和算。和算は日本独自に発達した数学である。競技には大いに発展した江戸時代の関高数以降のそれを指すが西洋数学導入以前の数学全体を指すこともある。和算は大陸の数学から多大な影響を受けている。大陸では九章三術と呼ばれる数学書が元代には登場し、その中で面積の計算法や比例。 反比ピレピタゴラスの定理などを紹介している。七世紀以降、遣隋市、遣唐市の派遣などにより、大陸の文化が日本に次々と流入するようになる。大陸の律令制をもとに作られた大法律令では、三博士、三子と呼ばれる官職が定められていた。三博士は三子の育成にあたるとともに、 九章三術をはじめとした大陸の参照の知識が要求された三道。万葉集には次のような歌が見られる。九九という読みに八十一という漢字が当てられており、すでに九十九が日本で知られていたことがわかる。中世及び江戸時代以前の近世において、どのような数学が行われたかは全くわかっていない。近世以前においては、 三道は、慣習家を異性に基づいて、世襲によって、おののの族に伝えられるようになり、一種の秘伝の、ように扱われ、閉鎖的な学術となっていたためである。また、禅寺では、儒教の書物と並んで、九小三術が、僧侶の教育に用いられ、中岩尾縁月が数学を好んで自らも、三法と異数学書を書いたと伝えられているが、三逸してしまい現存していない。 九章三述などは三逸してしまったようだが、土木、建築、財務、暦の計算などにある程度の数学が必要だったのは確かである。また、駅の学習には数学的知識が必要であり、その中には、儒教の経典、故郷の一つとしてみなされていた、収益の解釈も含まれていたとする指摘もある。江戸時代の頃が、太閤検地の頃は三義を使ったと回想しており、 また、人工期の開閉計算が、参議による方法に近いことから、江戸時代直前まで参議が優勢であったと思われる。ソロ版の導入時期は不明であるが、毛利重義の割残書1622年、元羅8年では、取材が解説されている。近年、和算の成立に、宣教師が伝えたヨーロッパ数学の影響があるとする、見解があるが、その投票は、 今後の数学史研究の課題である。江戸時代に日本の数学は大いに発展した。このきっかけになったのが1627年、寛永四年、京都の吉田光吉によって書かれた人工記である。秋代の三述書を模範としたもので、ソロ版の使用法や測量法といった実用数学に加え、京詞立て、ネズミ算といった数学遊戯が紹介されている。 人工記はベストセラーとなり、初等数学の標準的教科書として、江戸時代を通じて用いられた。また、本書を模倣したり、署名を人工記としたものも多く出版された。人工記は初等的な教科書だったが、ある晩には巻末に他の数学者への挑戦として、答えをつけない、問題、依題を出した。これ以降、 先に出された偉大を解き新たな偉大を出すという連鎖、異形象が始まり、和算で扱われる問題は、急速に実用の必要を超え、技巧化、複雑化した。異大形承が盛んになるにつれ、しばしば、それまでの初等算実的な手法では手に負えない、問題が現れるようになった。沢村和之はその著、古今三歩記で、当時注目されていた元朝の主予決の著、 三角形もその中の天元術、未知数が1個の代数方程式と、その数値的解放を困難な偉大の解決に用いて、その術の威力を示した。また彼は同書に、偉大として、天元術では扱えない複数の未知数を設ける、代数方程式、いわゆる講じた原連立方程式を必要とする、問題を提出した。これに応えて、江戸の関高和や京都の田中ゆま、 田中義兼、だが、相次いで、某書法、演断術、つまり、文字式による、筆算の計算法と、それによって編み出された、講じた演算律法定式の解決法を出した。日本の数学史に一線を画したのが、関高和である。彼は、天元術、演断法を発展させて、点算術を創始した。これは某書法によって、問題の条件を文字に移して、 それによって、理論を整理することで術、答えを得るための計算法を得る、いわゆる大数学である。これによって、円の算法や複雑な条件を持つ問題など、難しい理論を扱う算法が、様々に解けるようになった。この術は、古代、千編万化の術とも称えられ、あるいは、これが、日本数学の全体とも言える。すなわち、日本数学の基礎は、天算術によって、 初めて立ち、この術のおかげで数学の問題の難度や、理論性がより高度に独特に発展していくこととなった。江戸後期の坂部後半は、どんな難解な術でも天山の理から漏れることはない。と言っている。関高和はまたこの他、など、多岐にわたる数学の分野において、研究あるいは新たな発明をしている。江戸初期には、数学の中心は、京阪地方だったが、 この頃から、江戸の関高数の学等、関流が圧倒的な主流派になってゆく。このためか、京阪地方の和算化の実態があまり今日に伝わっていない。このように、異大継承の結果、関高数のような独創的な数学者も現れて、日本の数学は高度な代数、整数方程式論、解析学、幾何学が実用の範囲を超えて発達していった。和算における、 解析学に関連した研究をエリと言い、関高数の登場以降大いに発達した。エリという名は、円周率や円積率、玉の体積や表面積が主な問題となったことによる。関高数は円に接す,する正多角形の辺の長さを用い、円周率を十一桁まで得ている。関の弟子である、武部片広は同様の手法を、リチャードソン捕蓋と組み合わせて、 42桁まで正しい値を計算している。彼はさらに進んで、綴り術いわゆる無限級数と、その同質法を編み出し、それにより、積高数のなし得なかった、個性の長さなどエリにおける、各種計算法を導き出し得た。その著、綴り術三 k では、アークスインスのべっき級数展開を世界で、初めて計算している。また、 同年に、大阪の鎌田俊清もアークスイン、X、新、X のべき級数展開を求めた。竹部片広の弟子、中根源慶は、天文学の洋学による知識の必要性を解いて、当時キリスト教排除においてなされた要商の輸入金星を緩めることを、その主人である将軍、徳川吉宗に進言したと言われ、遂に実行されるに至った。それによって、 西洋の天文歴算を説いた、新朝の梅文家内の歴算全書や、数理性、修などの書が伝わり、歴学者や三学者の目に留まった。これらの書により、西洋数学の書結果がもたらされ、対数や三角法など新たな分野に興味が開かれるようになった。関高和以後は、荒木村英がその付けを継ぎ、さらにその弟子、 松永義介がその流派を石流と称えるようになって、以降石流の三方は多流派を抜いて大いに発達し、数学界にその権威を誇った。松永義介は関高和や武部片広の研究を押し広め、親友、苦島義太の影響を受けながら、などを確立させた。苦島義太は石流の門下ではなかったが、その天才によって、 独学で三術に達し、後赤流の中根原型に才能を見出されてからは、赤流の数学を研究した。曲数術、平方,例約術数の平方根の近似分数を求める方法、エリア、法人の新研究など様々な独創あるいは工夫を編み出した。また枝葉の結果ではあるが、オイラー関数やラプラス展開など西洋と同のものを先駆けて出している。 中根、来島、松永の三子に学んだ山地主従は、それらのつてを一心に集め、各家の号をまとめて、流派たる石流を樹立した。弟子の教育に優れて、優秀な数学者を輩出した。その弟子有馬来幸は、久留米の藩主でありながら、数学に優れ数々の研究を残している。また、石流の秘術が流派内に秘されて、世に広められないことを嘆き、 十三法において天山術やエリの諸公式など、それまで石流の重要機密であった高等な三法の数々の問題と結果を観行して世に公表した。同じく山地の弟子、安島直信はエリの伝授を受けるに先立って、エリの新発明をなし、死の山路をは,なはだ驚かせた。 その新発明とは、今でいう積分法の思想をもって、円の形を長方形の集まりと考え、円やあるいは個性などの曲線の面積を求める、術、計算法を導き出す方法である。またその方法を用いて、円柱に円柱を貫いた十字の形や、円柱から玉をうがち去った形の体積を求めるというような問いを初めて解きました。この解法に、あじは、 綴り術を重ねて用いる二次綴り術、二重積分を用いる。積分思想と二次綴り術と、ここにおいて、あ島は、積高数以降、エリに第二の革新をもたらしたのであった。さらに彼は、綴り術においてある数の数乗値を得る公式を得たり、独自に、対数表の作成法を編み出したり、円や角形の切価たち問題に、もろもろの結果を得るなど数の研究を残した。 世間の数学界では、この頃すでに大継承の風習は廃れてきていたが、一方、神社や仏閣に数学の問題を乗せた学を掲げる、三学奉納の風習が盛んとなり、数学問題の競争は衰えることがなかった。安島の親友であり同じく山路の弟子の藤田氏、弟子ともくは、教育に優れ、問題集、西洋三本を表して、世になと驚かせた。 この頃世間の算術は、偉大継承、産学奉納などによって流行が極まりながらも、一般で行われる算術は、実用を遠く離れた問題や解甲斐のない、むやみに珍しかったり難しいだけの問題な、その内容の荒さが目立つようになってきた。それを批判したのがこの著で、その判例に記された今の算数に、用の用あり、無用の用あり、無用の無用あり。 という一言がそれを言い当てている。それぞれ実用的で有益なもの、実用的でないが有益なもの、何の益にもならないものを言っているが、この書は無用な無用を排除するために、両のを集めたとし、これがひとたび刊行されるや、良質な教科書として、数学者の間で一世を風靡した。藤田の研究に編章術がある。これは、二つ以上の回。 解のことを小というを持つ方程式において答えとはならない方の解に意義を与え、その解が答えとなるような問題条件や図形などを示して問題の変化を探る研究である。東北の間康明は藤田貞氏の門に入ろうとしたが、自身が掲げた山岳を藤田から批判されたのをきっかけに言い争いを起こして対立し、ついに独自の一派、最上流、 京都山形の最上側にちな音読みで最上流、主に東北地方で栄えた、を立ち上げ、石流に対抗した。しかも若い頃の間は、石流の散歩や天山術を知らずして、独自に、阿毛法という天山術と同等々の術を発明していた。また、生涯で二百冊もの伝書、流派用の教科書や論文をなしており、その意向には見るべきものが少なくない。 江戸後期に最も輝いた和村であったが、明治もしばらく経つと、ついに衰退へと向かうこととなる。安島な尾のの門下から、教育に優れた、草か誠が出ると、その門からもとても多くの秀才が排出された。和田康氏は、安島の積分思想を縁にとどまらず、角形や立体など様々な図形へと多岐に及ばせて、活術、積分法を喪失し、また、 この術のための便利として、エリ表、積文の公式集を作成した。ここにおいて、和田はエリに、第三の革命をもたらした。極数術、極大極小論の研究では、石高数の創出以来、明かされていなかった、敵人法の理論を解き明かして、従来の方法を勘弁にし、さらにその応用もより、複雑で幅広いものへと広げたのであった。これは、今で言えば、微分法による、 同関数の同質に等しい。また、新規な問題として、円や角などの図形が、他の図形の上で転がった時の軌跡について論じ始め、これを皮切りに以後この問題は盛んに行われた。和田の名はたちまち三家たちの間に広まり、すでに数学で名を上げている、はずの有力者たちが、その後を授かるために入門しに来るほどであった。同じく、 草加誠の門下の内田五冠は十一の頃すでにその才能を表し、わずか十八にして、赤竜の総密るを継いだ秀才であった。洋学を高野朝英に学び、天文や測量、地理にも優れて目特め定家塾、待て待て家塾という塾を開いて、教え多くの門下生を抱えた。天文関係では、明治期に大学出資天文歴道御用係や、 生学局御用係として、太陽暦への改歴事業にも努めた。その名は各地にとどろき、当時の三家たちに影響を及ぼすことが多かった。長谷川博もまた、草加誠の門弟であったが、長谷川派として独立の一派を築き、一説には分け合って、石流から破門されたとも言う、ことに教育の方面によく従事した。その著、三方新書は、 ソロ版の書法から、天元、天山、綴り術、さらには、和田の襟までをも惜しみなく載せて、当時三方を網羅していねに、会議にした入門書であった。その他様々な三術の入門書を表して、指定を導き、その二代目、長谷川博士においても、図形の公式集や滑舌の会議書など、様々に数学の教育活動が行われた。また、 長谷川博士は新たに極形術と変形術というものを発明している。極形術は扱いづらい数や図形を扱いやすいもの、極型という。例えば長方形や菱形なら正方形に、三角形なら正三角形や直角に等辺三角形に大きさが等しくないものは等しいものにに置き換えて問題を解きやすくするという術であり、変形術は 図形の形を引き伸ばしたり回したりすることで形を変えて問題を解きやすくするすべである。これらによって図形問題の解放は大いに簡略化されるかに見えたが曲形術にてはある問題においては正しく解けずに誤った答えが導かれるという事態が起こった。いくらかこれに他の数学者たちから批判の声が上がったもののついに修正改良されることを得なかった。他方 内田五ごの文人報道事前もまた形を変えて、解くという同様の考えにより、節縁の問題などにおいて、縁を直線に変えて解く、別の方法を編み出している、反転法に相当する。関の時代においては、数学の担い手は、特に都市部の、幕臣や侍など身分の高いものがほとんどであったが、江戸後期になると初期法から、商家や、 農家などからも数学に達したものが多く現れて、低い身分や遠い地方の人でも高度な数学を、たしなむものが増えた。萩原信義や剣持明行などがそれである。この要因の一つとして、有力山野がある。日本の各地を歩き回り、行く先々で数学の教授を行った数学者であり、主に山口輪や剣持明行がいる。また通信教育もよく行われていて、 これらは地方に数学を広めることに大きな功があ。明治時代に入ると西洋数学が本格的に導入される。和山という語は西洋数学を表す洋山に対する日本数学の名でこの頃生まれた。海軍では西洋技術の習得のために洋山が教え込まれ、また内田五官や福田治健といった和洋に通じる山やが 測量や天文などの技術と共に門弟に教えていた。西洋数学の台頭、その象徴的出来事は1872年、明治5年の学生発布の際、時の政府が和算を廃止し、養算を、もっぱら用振るべし、と決断したことである。しかし、初等教育における筆算さえ、まともに教えられる教師が不足していたために翌年、やむを得なく、取算のみ復活した。 明治の初めの西洋数学導入は、技術を支える道具の輸入という面が強く、初期の洋山家には、技術者など、数学の専門家とは言えないものも多かった。さりながら、この頃より、和山は、少しずつ、衰退の歩みを見せていくこととなる。和山が衰えることと洋山が震るわないことに憂いて、竜奈良吉と、神田公平は1877年、明治10年、 日本数学界の前身、東京数学会社を設立し、和算化養算化問わず有力な産屋を集めて、数学の振興に力を注いだ。まだ和算が有力な時期であって、これには養算化も和算化も多数参加しているが、むしろ和算化の方が数学力は優れたものが多かったという。そして、この頃になっても未だ新たな和算書が出版されている。 字が立つと次第次第と養山は和山の勢力を抑えていき、和山の力も虫の息となりかけていた。和山への批判は応用に役に立たないというものが主流であった。本格的な西洋数学への移行は1884年、明治17年、東京数学会社が日本数学物理学会に改祖された頃である。本格的な西洋数学導入までの間、 または、和算家は、応用面においても近代化を支えた。1873年、明治六年の太陽歴採用の主役を務めたのは、石流の有力な和算家、内田五冠であった。福田治賢やその子息である、福田藩、また河北朝隣のように測量で活躍した者も,も、あった。幕末、明治初めの技術官僚、小野智五郎も和算家であり、 管理丸の航路の計算には和算を用いたという。また、大工のための作図技術である菊術は幕末期より和算の応用によって理論的に整備されたが、明治以降も引き続き研究が進み、しかも1887年、明治20年頃のものでも和算の影響が濃厚である。 明治の初等教育でも和算家は活躍し続け、現在の算数の鶴か滅算などはその名残だという。明治に入り、和算廃止要算専用と発布され、和算が存亡の危機に立たされるようになると、和算が忘れ去られるのを恐れて、和算史研究が起こった。遠藤俊貞は、1877年、明治10年に、東京数学会社が設立された年より、 和産史研究をはじめ、20年かけて1896年、明治29年、大日本数学史を出版する。これを受けて、菊池大六は、和産取調べ書を設け、小木原忠介、岡本則文、三上義夫、前二人はもともと和産家であるなどがこれに努めた。1911年、明治44年に、東北大学が設置されると、林鶴一も、 また和三書の収集研究を行い、没後、和算研究収録としてまとめられた。藤原松三郎もまた、林鶴市の没を受けて、晩年和算史研究に努めた。1940年、昭和15年には、紀元2600年記念事業、明治全日本科学史の企画の中で、明治全日本数学史の編纂が、藤原松三郎でによって行われ、藤原の没後、 ようやく1954年、昭和29年に、これが出版された。藤原松三郎著、日本数学史料によると、最後の和参家及び和参書と見られるのは、東北の熊谷東吉とその著、和参会式法であるという。この書は、藤原松三郎が序文を担い、1946年、昭和21年和参の最後を飾った。現代でも、 和算研究の投下は消えず、例えば、一関市の石博物館では、毎年、和算の問題を出して、解放を募っている。積分を多く用いて、エリの問題を巧みに解いた一方、微分の概念は、和算ではあまりはっきりと立ち現れてこない。これは、和算が、関数及び、グラフの概念を書いていたことが一つの理由でろう。ただ、代数方程式の重回の考察に絡んで、 多項式の微分が、積高数以来扱われている。しかし、積による定義は、F、X、E を E について整理した時の一時の項で、接線との関係は全く念頭にない。竹部片広はこれを多項式関数の極値問題に応用している。彼は、数値的に微小な差分を取った時の主要項と、積の定義による同多公式が一致していることには気づいていたようである。 また、来島義太は、極地問題を急数展開の視点で考察し、微分法の一歩手前まで来ている。同じ脈絡で、和田康氏は、フェルマーの方法、すなわち、F、XE、2から F、XE、2、E を計算し、E、イコール0とする方法を発表している。微分が発達しなかったため、和算では、微積分の基本定理がなかった。したがって、 微分の逆で積分を計算することも、部分積分を利用することもできなかった。複雑な関数の積分は、べき級数展開と級数の和の公式を巧みに用いた。和算の中心的な手法は、数値計算的な代数であって、特に、関高数や竹部の頃は、図形の問題は、ピタゴラスの定理など、簡単な関係を用いて、代数の問題に直して処理していた。 三角に見られるような互いに接する縁や楕円の関係を求める問題は松永義介の頃から盛んになる。次の世代の安島直信は三者三縁術、マルファッティンの定理などを発見し、これらの問題の系統的な解放の発展に寄与した。幕末には報道寺前が反転で縁を直線に移して簡略化する手法を導入した。近年、 和算で発見された幾何の美しい定理は、趣味的な観点からではある、注目を浴び、日本国外にも広く紹介されている。ただし、問題の処理にあたって、台数計算や数値計算に頼る傾向が、最後まで残った。作図問題などはあまり扱われず、効率的な幾何学などは全く受け入れられなかった、後日の幾何原本に関する記述も参照。幕末、 海軍練習所で教えた外国人教官の追憶によると、日本人は大数の理解は早かったが、期間はなかなか進まなかったという。和さんには文化的相違より、西洋数学から見ると変わった概念も多くあった。例えば、関高数は実数解のない方程式を解くのに、西洋の虚数の概念の導入とは別に、問題の係数を置き換えて、 解の得ることのできる範囲、極数というを調べる敵人法という方法を取った。これはあと、方程式解の極大極小の理論へと発展する。幕末の長谷川博士は、極形術や変形術という新たな機何の理論を発明した。極形術は、扱いづらい数や図形を扱いやすいもの、極型という。例えば長方形や筆形なら、正方形に三角形なら、 正三角形や二等辺直角三角形に大きさが等しくないものは等しいものになどに置き換えて問題を解きやすくするという術であり、変形術は図形の形を引き伸ばしたり回したりすることで形を変えて問題を解きやすくする術であった。これらは和算の新たな境地を見出した。しかし、その後、明治に入って和算が衰退したことによりこれらの研究があまり進まず、 どの問題で適用できどのような方法を取れば正しい、解が得られるのかなどといったことが明らかにならず、その理論性が固まり得ないまま、これらの術は滅びてしまった。西洋における数学とて古代から、現代のようなスタイルであったわけではないとはいえ、ユークリッド言論が基本書と認識される程度には、数百年前から、定義、公理、定理、 証明取った概念によって数学が行われてきたわけであるが、それに対し、日本にも江戸時代には、言論の徐行形の訳による、企画原本が伝わっていた、一時は禁書だったが、それも、教法年間に、学術書として解除。和算における多くの成果は、核流派の中で秘伝とされ続けてきた、実際に、どの程度秘密が守られたかは不明。 しかし、石流三実を学んだ、久留米藩主、有馬来は1769年、明和6年に出版した、著、十三法において、石流の秘伝を公開し、和産文化の向上に大きな貢献を果たした。また、幕末の長谷川博士監修、千葉種秀編の、三法新書、1830年、天法元年では、初歩から最先端の結果までを丁寧に解説した。 日本で数学の専門家を輩出し得た社会的背景としては、貨幣経済の交流のほか、国絵図作成、新田開発などのための測量に対する需要があると推測される。また、歴学にも高度な数学が必要であった。関高数は使えていた、海国交付班における国絵図、海の国絵図の作成に参加し、実現はしなかったものの海歴の準備のために、 樹磁歴の研究を強いる。特に校舎は、関高数の数学研究の重要な動機である、との説もある。和算で用いられる道具として、三義とソロ版が挙げられる。いずれも、三方当衆に、使用法が紹介されている。また、人工期には、ソロ版の使用法が、絵入で丁寧に解説されている。ソロ版は会計等を広く用いられたのに対し、 三人はもっぱら和算家によって、天元術、中国の大数方程式の理論などの計算に用いられた。光三、三義計算では三番と呼ばれる番と数を表す、三義を用いる。ソロ番では、五番上に、マス目が敷かれた布や板であり、横の目が一、十10、百100、千、万といった桁数を表し、縦の目は小、答え、未、定数項、方、x、 連、X、エ X、隅、三乗、X、と、代数方程式の解及び、各係数を表し、ただし流派によっては、連以下を、初角、X、次角、X、三連、X、とし、隅を、最大の次数とする、各マス目に置かれた三義を並べ替えることで、代数方程式を解いていく。この三義による計算によれば、 理論上は一元方程式なら何時でも解けるものであるが場所を取ったり計算途中に賛義を一本でも崩したらすべて台無しになる時数が大きくなるほど計算が煩雑になるなどして扱いづらさがあった。よって中、後期頃には賛義の運用の煩わしさを嫌って方程式をも賛義ではなくそろばんで計算しようとする研究が盛んになった。著しいものは 河合いいひそのりの著書、解式進歩がある。彼は、従来それぞれ独立していた各次数の方程式の、ソロ版解法、いわゆる解の公式の一括を試みて、何時の一元方程式でも、ことごとく、ソロ版によって速やかに解く一環の方法を編み出した。古くは加減上場のような算数も賛義、ソロ版によって行われていたが、ソロ版が現れてからは、賛義、ソロ版は、 数学で方程式の解を求めることのみに扱われるようになった。三岳とは額や絵馬に数学の問題や解放を記して神社や仏閣に奉納したものである。平面図形に関する問題の三岳が多い。数学者のみならず一般の数学愛好家も数多く奉納している。三岳は数学の問題が解けたことを神仏に感謝し、 ますます勉学に励むことを祈願して奉納されたと言われる。やがて人の集まる神社仏閣を数学の発表の場として難問や問題だけを書いて回答をつけずに奉納する者も,も現れ、その問題を見て回答を三学にしてまた奉納するといったことも行われた。三学奉納の習慣は世界に例を見ず日本独自の文化である。 1997年、平成9年に行われた調査結果によると、日本全国に975面の山岳が、現存している、例題で知る日本の数学と、山岳森北出版。これら現存する山岳で最も古いものは、栃木県佐野市にある、星宮神社にあり、1657年、明暦3年に掲げられたとされる。新しいものでは、 昭和年付のものがいくつか現存している。明治以降、洋山化の進む中で和産をたしなみ続けた人々がいたが、この風習はそういった和産化により、昭和初期まで続けられた。山岳を扱った小説として、遠藤博子、三宝少女がある。近年、山岳の価値を見直す動きが各地で見られ、一部では山岳を神社仏閣に奉納する人々も増えている。 これは直接和産の伝統を受け継いだものではないことが多いが、いずれにしても日本人の数学好きを表す文化事象として興味深い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。